みです。今日は私はこの北海道神宮に来ています。こちらはですね、明治2年にまだ北海道が蝦夷地と呼ばれていた時に明治天皇を祭りしまして、北海道と名を改めた際に建てられた札幌神社が元だそうです。今は西洋の文化を取り入れて北海道神宮と名を改めて、みんなの参拝のもうメジャーなスポットっていう感じになってるんですが、ここで私はインターネット放送の今後の開拓をお祈りしてちょっと参拝していきたいと思いますので、行ってきます。はい、準備できました。はい、今大きな鳥居をくぐってまいりまして、北海道神宮境内に到着しました。結構距離があるんですよ。これからですね、今後のインターネット放送の発展と、そしてミュージシャン業界の開拓を願いまして、開拓にゆかりのあるこの神社にお参りしてこようと思います。ということで参拝してまいりましたが、いや実はですね、映ってないんですけど結婚式やってるんですよ。今日は祝日、祭日でございますので、ゴールデンウィーク、やっぱりこういう賑わってる時期にお式を挙げるとちょっといいですね。ワクワクしますね。桜が満開のこの北海道神宮、今が見どころなんですけど、この番組の放送はちょっとシーズンが終わった後なんですが、まだ多分残ってる桜がありますので、皆さんもぜひ一回来てみてはいかがでしょうか。はい、皆さん見てください、この花。北海道大体5月になると梅と、まず拳が咲いて、で桜が咲いて梅の花も出てくるんですけど、今年はちょっとお花が咲くのが早くって、全部いっぺんに咲いてるんですよ。普段ちょっとこういう光景はあんまりなくて、しかもゴールデンウィーク中に咲くことはあんまりなくて、ここなんとその北海道神宮に併設されている梅林なんですけど、私も一番お気に入りのスポットで、結構毎年様子を見に来るんですが、こんなにいっぺんに咲いてることは珍しいですね。で、梅の木がここたくさんバッと咲いてるんですけど、だいたいこう早いものからトントンと何箇所かに咲いて終わるっていうパターンなんですが、これはとっても見事です。今日あんまりこっち側に来る人普段いないんですけど、今日はやっぱりお客さんの数も多いようですね。ちょっと枯れる前に、散る前に絶対皆さん一回見に来てください。きっと感動すると思います。皆さん、実はですね、私やっぱミュージシャンなんで、ミュージシャンの友達もいるんですよ。今日この神宮、ゴールデンウィーク、お花見客でもにぎわうんですけど、桜見にね、いました。あのシンガーソングライターのじゅんちゃんの一味発見したんで、ちょっと襲撃してこようと思います。全然違う。そう、あのでも
びっくりですね。今日何来てたの？今日ね、神宮のね、取材してた。そう、取材してたのどうもじゅんでーす。レポしてあげてください。どうも。自己紹介、自己紹介。どうも、サポートシンガーソングライターやってます、じゅんと申します。全然そんな感じじゃない。じゅんでと申します。見てません。すずねちゃん見てない。見てない、すずねちゃん。すずねちゃんすごいんですよ。あ、すずねちゃん、なんか今取材してて、取材してて、なんか自己紹介できたのに。どうも、こんばんは。嘘つけ。札幌でシンガーソングライターとして活動しております。よろしくお願いします。大事なこと、ごめんなさい。日本語好きじゃない。日本語 NG なんで。誰のパーソナリティやってたんです。みたいでした。もうちょっと飲んでるとこ襲撃したかったですけど。ノンアルコールですね。ノンアルコール、あ、そうなの、なんだ、そっか。こんな感じで、いやー、世間は狭いですね。これ全然打ち合わせなしですから。お世話になりました。そう、局長、あれですよ。インターネット、テレビ、あれですね、あの、何が起こるかわからないのが売りなので、はい、ちょっと他にもね、もしなんか知り合いいるかもしれませんけど、今日はこのじゅんちゃんちょっと襲撃してみました。私も混ざりたいと思いました。ララミボックス、こんばんは、ララミボックスです。笑われた。はい、アポなし、収録タイム恒例の、はい、本日はここビーニーズバーよりお届けしています。このビーニーズバーってわかるかな。はい、だから、肖像権とかあるんで、いやいやいや、でですね、なんと私はここ、まあ、ちょっと上のこれだけ写すね、このユーストZっていうですね、あの、知る人ぞ知る、知らない人は全く知らない、一時期、あれじゃないですか、なんか雑誌、なんだっけ、ユーストの雑誌にも、そう、ユーストリーム・ザ・テレビジョンにも載った、あの、知る人ぞ知る、知らない人は知らない有名な番組、ユーストZの、あの、ビーニーズバーに移籍した第2回目の回になんと私ゲストで呼ばれちゃったんですよ。ということでですね、そのユーストZの主、アラちゃんをご紹介したいと思います。はい、アラちゃん。どうも、大工の棟梁です。あのね、今ちょっとツイッター来たんですけど、はいはい、ガオクマさんという方から、はい、ガオクマさん、日本広しといえど、はい、視聴者が機材差し入れたり持ち込んだりするユースト番組はここだけだと思いますって来ますね。間違いないですね。実は今日ですね、はいはい、まあ、私のフェイスブックの友達でもあります北海道人さんがですね、うん、はい、なんとカメラを3台も、うん、3台も今日何するの。今日何するの？いけない撮影でも始めちゃう気。ララミをモデルにいけない撮影を。ララミのあんなところやこんなところを見れちゃう、そんな放送。勝手なこと言っちゃってまた。本気にしたらどうするの？いや、皆さん乞うご期待。いや、そんな感じらしいですよ。でですね、隣にいるのがなんとリーちゃん。リーでーす。リー。自己紹介を。自己紹介ないですよ。ないの？自己紹介がないですって、あれだよね、一番高校の面接の時に言っちゃいけないあれだよね。ワンコが大好き。ワンコが大好き。リーです。アラちゃんが大好き。あ、どうも。もっとはもっと好き。それ違う人。そう、今日リーちゃんがですね、告知の助っ人に来てくれてるんですよね。ということで、ララミボックスはですね、なんと毎回ここでしか聞けないあんな話っていうのをやるわけなんですけど、今日私が無茶振りしまして、まああれだよ、ちょっとこっち側に行くね。よし、私に入れて。はい、ありがとうございます、すいませんね。あ、これ特に打ち合わせもない番組なのでね。はい、あの、あれですよ、ここでしか聞けない話っていうことで、あの、りーちゃん、
あらちゃんと知り合ってもう半年以上経ちますか？経ちますね。もっと経つよな。1年半。あ、そんなに経つ？1年半経つ、うん、あれ、私ら、うちら何どのぐらい経ちましたっけ逆に2年近く経つ。そんな付き合いですか？そうですよ。びっくりですよ。びっくりですよ。あら、そうでしたか。その時生まれた子も今走ってますよ。本当だわ。後編でも、あ、そりゃ結婚式4回ぐらいあって子供も2人ぐらい生まれてたわ、友達。そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。リアルな話だな。本当本当。あ、そっかそっか。あ、じゃあここでしか聞けないということで、うん、1年半の付き合いになるりーちゃんが、はい、ちょっとずっと言えなかったあらちゃんへのこんな質問。ああ、質問ね、そう、質問とかぶっちゃけここはどうなんですかっていうのをちょっと聞きたい。わかりました、どうぞ。さあ来い。怖い怖い。聞きづらい。え、なんもないです。なんもない。え、ない。あらちゃんのこと興味ない。あらちゃんのことなんかエアーな存在だと思ってたわけじゃないでしょ。え、なんか、なんで声でかいんですか。じゃあ分かった、なんかなんで声でかいんですかね。なんで声がでかいかというと、なんで声でかいか、多分、うん、もうララミ先生が生まれる前から歌ってたからだよ。あ、そうですね。冷静にね、カウントしたら確かにそうなんです。あとは、まあこういう時ね、放送とかこういう時って俺あの喉開いて喋るので、いわゆるあのボーカルやってる人だとよくわかるけどね、普段の喋り声は、うん、あ、どうもあらです。あ、そんな感じなんですか、あらちゃん。お疲れ様です。こんな感じだよね。そんな感じなんですか。こんなもんですよ。本当に信じられない。こんなもんでしょ、うん、ね、こんなもんだけど、うん、これがスイッチパチッて入れると、うん、どうもってだいぶ変わりますね。そうそうそう、いきなり声がでかくなってしまうんで、だからライブハウスとかで、リハーサルやるじゃないですか、で先に他のバンドやった後に俺がリハすると、大体PA の人がびっくりしてグッてびっくりする。じゃあリハーサルの時は本番を想定してない声で、いや、まずマイクをこうセットして、今日はよろしくお願いします。普通の声じゃないですか。はいはいはい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。確かに。どんな風に返しますか？したら、あ、とりあえずそうか、こういう風に返ねって。そうでしょ。でもさ、これだけ何年もやってたらさ、驚くだろうなって、もういい加減分かってんだから、かわいそうだからやめてあげて。それがね、俺声でかいんですって言って。それがね、楽しい。いや、もう最悪。絶対言うと思った、よくないですよ、北海道のライブハウス、カフェ、バーの皆さん、まあ、もうあらちゃんのことはみんな知ってるから今更驚きはしちゃいませんけど、恐ろしいですよ。ララミボックスの終わったら配信ダダ漏れしちゃいます。はいはいはい、このまましちゃってもいいぐらいですけど。このまましちゃうの。いいですよ、ララミボックス。はい、ということでこのまま流れでですね、ユーソゼットに行きたいと思いますので、はい、ということで、なんだっけ、ゼートとかやりましたっけ。あ、やってないよ。やってないか。だって突然始めてやる暇もねえだろう。確かに。おかしい。分かった、じゃあ、じゃあ札幌ライブインフォメーションって言って終わりましょう。そこ。これから私こっちに編集してもらう。あ、なるほどね、はい、ということで、じゃあ札幌ライブインフォメーション、ありがとうございました。変なの。読むんですよ、皆さん。ここ知ってますか？なんとですね、知る人ぞ知る話題のイベント、エンテイナイトがここで肉の日29日を狙って行われてるんですけど、今回まず5月の29日エンテイナイトやりまして、いつものアットホームな感じでパーティー形式で楽しんでいただけるんですが、なんとですね、7月の29日私の誕生月なんですけど、この月は大改装いたしまして、ララミプロデュースエンテイナイトという新しい試みにチャレンジします。このデュースでですよ。
そう、このデュース覚えてくださいね。本当にここはもう結構前からこう着々と知名度を上げていっているライブハウスで、聖地ですから皆さん、肉の聖地ですから、そしてライブの聖地ですから覚えてください。7月29、そして5月29のエンディングナイト、絶対に来てくださいね。
中島公園に来ています。この中島公園はいわゆるあれですよ、セントラルパークをちょっとなんか意識して作られた公園らしいですよ。ということでここにはコンサートホールがあるんですよ。来たらって言うんですけど、わかりますか、すっごい広いんですよ。中島公園っていうのが札幌でいうあのライブハウスとかコンサートホールの並び立つところでございまして、こういうクラシカルなコンサートホールもあれば、ちょっと行ったところにはなんとあのゼップ札幌もあるんです。ゼップ札幌はね、割とこの私たちミュージシャンには馴染み深いところなんですけど、ここまで来るとやっぱりちょっと遠慮がちになってしまいますから、いつか私もここでアニソンライブをしてみたいなって思います。野望。ここ中島公園は結構数種類の桜が植えてあるそうなんですけど、まず蝦夷山桜ですね、この開花を皮切りに1週間前後でこのソメイヨシノも咲いてくるそうです。で今この公園ではソメイヨシノが見頃みたいなんですけど、とさっきの北海道神宮ではですね、あのどちらかというと蝦夷山桜の方がまだ残っているみたいですよ。ということで、ここの公園なんですけど、私も近くに自分のボーカルレッスンを受けていた、スタジオが以前ありまして、結構気晴らしに来てたんですが、はいですね、あのこう公園の池のところでこうバイオリンを練習してたりとか、オカリナの練習をしてる人がいたりとか、結構市民の憩いの場なので多くの人が訪れてますね、すっごく。で、たまにね、何か楽譜を読んでこう物思いにふけてると、なんかすごい暇なのか、あのおじちゃんが話しかけてきて、よくなんかお菓子もらったりしてましたそんな思い出深い公園ですはい、ということでこの中島公園といえばやっぱり豊平館があるんですよ、あるんですよ。1880年ですね、開拓使によって作られた建物で、一番最初の利用者はなんと明治天皇なんだそうです。それであの結婚式場だったりパーティー会場としても古くから札幌では知られている建物なんです。どんなに豪華な建物なのか見てみましょう。うわー、すごいですね。皆さん見えますか。いやー立派ですねいやいやいや、やはりね、1880年に創立の建物ですから、建てたやつですから、まあ痛みますよそりゃ。随分立派な足組みじゃないですかどうです、ちょっと皆さんの想像の中で立派な建物だっていうことをちょっとねイメージしていただいて、ぜひ工事が終わったら遊びに来てくださいはい、というわけでララミボックス、今日はいろんな行楽地を回ったり桜を見たりしてすんごい楽しかったわけなんですけど、次週はなんと恒例の公開生放送です。皆さん来てくださいね、待ってますよ。ゲストはですね、なんとあの子が来るんですけど、まだ不思議です。公式発表を楽しみにお待ちください。ということで、うわ風が強くなってきたところでララミボックスこれにて終わりたいと思います。見てくれてどうもありがとうございました。またね、ララミボックス。今日はですね、5月18日エゾン国際という、大きいイベントがあります。サンピアサ劇場でお昼の3時からです。これはすごいベテランの、もうセルフからやってるもう今でもおじいちゃんやおばあちゃんのミュージシャンの人たちですとか、あとはそういうなんかすっごい昔からやってる人が出るイベントなんですけど、若手の枠を設けてくれて私はそれに出演します。で、すごい昔からやってる人は私たちのことを知らないので、私たちの存在をアピールするチャンスのイベントです。で、ここでアピールしてもし、あ、若手にもなんかやる気のある人がいるんだなって認めてもらうことができれば、曲がなくて困ってるアイドルの子たちとかいっぱいいると思うんですけど、そういうのアドバイスしてくれる環境を橋渡しができると思っていて、それのためにすごい今頑張ってるので、5月18日よかったら皆さん、来てください。サンピアザ劇場、フライヤーを持ってきてます。私チケットを実はですね、大丸プレイガールでは3000円で売ってるところ、私に言ってくれると2000円にできるので、ちょっとだけなら安くできるので、皆さん足を運んでくださいというお願いでした。はい、ラミボックスロックなんだけど
カジュアルを取り入れてアンマンカナロック今一人考えてたしじゃないよ今日の実はそう実はねあのいつも私この衣装を着てる時は結構これお正月に買ってすごい好きでいつも着てるんですけどあのこのお花つけてるんですよねこれ私のなんですよ可愛いですそうですねえ何今日撮られたんですよねえちょっと違ったないねあのなんかねもらったんだよつけてみたらって言ったら本当につけてそうなんですよ今日は静香が私のお花をつけててそしてですね、はい、別に衣装を示し合わせたわけじゃないんですが、うん、全く統一性はないんですけど実は二人が着てる衣装は同じブランドの同じお店ですね同じお店ですねそうなんですよ同じお店の、うん、はいあの私が去年知り合ってお、なんか一点一点手作りしてるんですよねそうなんですよねそうそうそう、はい、でオーダーとかもやってるんですよね、うん、そうなんです手作りのクリームフックのお店、はい、でなんか私白なじみちょっとこれ買ってて私が先に買ってたのにちょっとこれ買ってて